平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太の誕生日を祝福。何番目かの清い愛が話題に、日。平野紫耀と岸優太の清い愛が神宮寺勇太の誕生日を彩る。東京人気アイドルグループナンバー愛のメンバー。平野紫耀、小平野、と岸優太、優太騎士がメンバーの神宮寺優太。優太神宮寺の誕生日を祝福し、その清い愛が話題となっています。 この仲睦つまじいメンバーたちの誕生日祝福のエピソードは多くのファンに愛されています。それではその詳細に迫りましょう。神宮寺優太は10月30日に26歳の誕生日を迎えました。この特別な日にメンバーたちからの祝福が SNS を賑わせました。特に平野志陽は自身のインスタグラムのストーリーズにシンガポールでの2ショット写真を投稿し、 出書きのメッセージと共に神宮寺勇太を祝福しました。平野の投稿には、この男誕生日、とお茶目なメッセージが添えられており、それだけでファンたちを微笑ませました。そして、ハッピーバースデー。素敵な一年にしよう。とにかく楽しみましょう。と、彼の良い友達であることを改めて証明しました。 面白いことに、平野は神宮寺の誕生日祝福を先に行ったことを誇らしげに伝え、昨日は一番乗りありがとうございました。騎士くんは何番目でしたと騎士太に連絡を取ったことを告白しました。この瞬間、ファンたちによる騎士と平野の何番目かの清い合いが始まりました。神宮寺は平野の投稿に対してありがとう。 マジで一番でびっくりしたとコメントし、岸優ユタからの連絡が6番目くらいだったことを明かしました。これに対し平野は、まあこっちはずっと時計見てたからな。簡単、不ょと一番に連絡するためにスタンバイしていたことを告白しました。岸優ユタに対しては、K C.、C、騎おっそしょうこれは罰ですねとユーマアを交えたツッコミを入れました。 この誕生日記い愛は、平野が一番を奪ったことで終わりました。しかし、岸優ユタは人流寺の誕生日が終わる1分前、23時59分に XQ ツイッターで祝福のメッセージを投稿し、ジグさん、簡単ふ、おたおめです。多分私が最後のおめでとうを言った人でしょう。ジグさんもジグタンさんもこれよろです。 と、岸くん公文全開で祝福のメッセージを送りました。これにより、岸優太が最後を獲得したことをファンたちにアピールしました。この3人のメンバーのやりとりには多くのファンからの反響があり、SNS 上では本当に仲良しな3人、平和すぎる、この人たちなんやってるの、さすが岸くん、岸平争い笑い、愛が強め、 可愛い,いというコメントが寄せられました。彼らの友情と仲の良さがファンたちに多くの感動と笑顔を提供しました。さらに、X では神宮寺優太の誕生日を祝福するハッシュタグ、神宮寺優太誕生祭2023が日本世界トレンド1位を獲得しました。 神宮寺はファンに向けて感謝のメッセージを送り、神宮寺ゆうた誕生祭り2023いつも盛り上げてくれて本当にありがとう毎年見てて改めてみんなに直接伝えられて嬉しい、と述べました。平野紫耀、岸ゆうた、神宮寺ゆうたの誕生日祝福の清い愛は、彼らの仲睦まじい関係とファンへの愛情を示す素晴らしいエピソードとなりました。 彼らの SNS 上での交流は多くのファンにとって楽しみであり、この中の良いメンバーたちの姿は彼らの音楽活動と同様に人気を博しています。人牛自由太の誕生日を記念するトレンドが日本世界で1位を獲得したことも彼のファンの愛情とサポートの証と言えるでしょう。今後も彼らの活躍と友情に期待が高まります。